俺すごいなって思うのがさ、なんか、やっぱさ、海外にさ、ポンって行けるのってすごくない？喋れねえんだぜ。行って喋れるようになればいいだろうみたいなやつってさ、やっぱちょっと一個抜けてる。で、なんか、普通にさ、フォイバカみたいな感じで売ってるけどさ、ユリースとか来た時普通に英語で喋ってるからね。英語喋ってる、英語喋ってる。お前喋れんだーって言ったら。もう一応、とか言ってた。コミュ力が高いんだろうな。いやいやって言ってた。お前らの英語喋れるの基準低すぎるって。別に、英語なんて喋れるって思ったら喋れるだろ。日常会話できればもう喋れるって言ってんじゃないの？なんかビジネスの英語、松本さんみたいにさ、もうネイティブレベルでビジネスシーンで活躍できるみたいなのは、そりゃなかなかいないよ。別にでも、日常会話できたらもう喋れるって言っていい。マジで。俺も喋れる。普通に PUBG での会話聞いてもらったら。しかもだってクライリックスだって喋れるじゃん。で、多分、今人気のさ、APEX のやつら、あいつペラペラでしょ？あと、地域だって喋れるでしょ？みんな喋れんじゃん。あれさ、インターネットが発達した、功績だよね。太陽くんだってペランペランよ。ペランペラン。ちーちゃん、日本語ギリギリ喋れてる。って言ってた。あ、太陽くんハーフなんだ。なんか、最近のさ、その人気になる若者、でも基本、英語喋れるよな。ゲームで人気になる若者。お父さんがアメリカ人なんだ。いや、打足はハーフだけど、日本語あとうしか喋れない。50音あるのに、美しい日本語が2文字しか喋れない。羨ましくない？なんか、だってさ、俺は日本語しか喋れないからさ、まあ、1億23000万ぐらいの人としかコミュニケーション取れないけどさ、英語喋れたらプラス10億ぐらいいけるわけじゃん。単純にさ、関われる人間そんだけ増えるらしいぜ。いや、ずりー、もうほんと嫉妬する。それは。10億、もっと喋れるか。20億ぐらい。すごくない？ちーちゃん、海外のプロに満足されてるから、普通に英語でコミュニケーション。すごくない？ちー。